ああ、いい鳴き声だな。うん、今ね、歩き始めて3、40分ぐらい。見えないかな、この先ね、どうなってるかわからないんですけど。こういうね、ふかふかのとこを歩くの結構好きですね。気持ちいいですよ。もうちょい行ってみましょうか。光が綺麗に入ってるな。あれからね、1時間ぐらいは歩いたと思うんですよ。ここもう水の源のところですね。ここにはちょっと渓流魚はいないと思います。水がねちょっと湧き出てる程度なんで、もうちょい麓の方がいるとしたらね、でもちょっといなそうな雰囲気のとこなんですけど、ここねすごいなこれ。疲れた。ほんと今日は鳥の鳴き声がすごいな。聞こえてますかね。沢の音は静かですよ。水がねちょっとしか出てないんで。でもいいとこですね、ここ。水辺が好きなんで、うん、ここでキャンプっていうのもいいんじゃないですか。ほんと杉が多いなここ。まあ、昔林業やってたんでしょうね。沢沿いに、これコースではないと思うんですけど、外れてきましたからね。まあ、獣道みたいな感じになってるとこずっと歩いてきたんですけど、まあ、もうちょい上行ってみようかな。ここはね谷みたいになってて、で水の量少ないけど沢、小さい沢になってて、まあ水辺ですね。リトルクリーク。涼しいですね。気持ち、じっとしてると涼しい。なんかここのね場所が気に入ったんで、ここでねくつろぎたいなと思ってるんですよ。で今ダカラを冷やしてます。ダカラがねこういう時スポーツドリンクで一番好きなんですよね。あんまりべっとりしないで後味がいいっていうんですかね。で今日ファイアボックスはチタンの方持ってきてます。ベルト、まあ、こっちはねこの間紹介したアクセサリーポーチで、今日ね TK2 ですよ。 TK2 は本当にねこのコンパクトでピタッとしてて、ベルトキャリーしてるの忘れるぐらいですね。スナップボタン、まあ現場では外してて大丈夫だと思います。移動中以外はここテンションあるんで、で親指でプッシュしてサッと抜けますね。しまうのも楽ですよ。であとねやっぱ1本じゃ寂しいなと思って、あんまりフォルダー使わないんですけど、この間ねこれを久々に使って、全然使ってなかったんですね。最近ここ1年ぐらい使ってなかったかもしれないです。これもフォルダーもパチパチするのやっぱ楽しいですね。早いし楽ですね、アクシスロック。ポケットボーイ130、あんまりね太くない薪であればこれで十分ですね。すぐ切れるんで。で今日はねあまり枝をいっぱいそこら中落ちてるんで、まあそんな太くないですけど、これだけねちょっと軽くね薪割って、ね、このねハンドルサーモラン、まあ、せっかくステンなんで
ハンドル滑るのか滑らないのか、まあ滑らないと思うんですけど、まあ水辺なんでね、水に濡らして手も濡らして滑るか滑らないか。うん、別に滑らないですね。まあ削りもね見えてるかな、厚い削りもできますよ、コンベックスなんでね。うん、スライスも悪くないし、ハンドルがね細いのはもちろん細いんだけど、こうなんて言うんだろうね、ちゃんと回り込んでるんで、指がですよ。まあブラボーとかは太いんで、まあこう手が回り込んでる感じはしないんですけど、まあ多用途ハンドルで考えられてるんだと思うんですけどね、削りも悪くないですよ。パワーもなかなかありますね、うん、こんな小さいナイフですけどね、小さくはないか、普通ぐらい。薪もねそんな太くないけど3センチぐらいかな、これまあ軽くね半分ぐらいでいいですね。ふと これぐらいのね薪であればすんなり割れるんだと思うんですけど、中は比較的乾いてそうですね。半分でいいですね。あと舗装小割りとかは今日作んないんで、枝があるんでね。まあナイフでバトンするのはこれぐらいの方がいいのかもしれないですね。半分じゃ大きいかな、まあ小さいですけどね。まあブラボーみたいにバカバカやる必要ないと思うんですけど、まあブラボーであればね、今日持ってきてないけど入ったら割れると思いますね。でもこれだってまあ実質4ミリぐらいなのかなと、あとはこれ乾燥してないんかもしれないですね。倒木して、うん、乾いてるような気もするけど、うん、でもハイキングとかにいいですね、このコンパクト感がね。でね、これコンベックスが深いんですよ。見えてるかな、刃を噛ませるとこれぐらいになってしまうんですよね。で普通に握った状態でフェザー作ると作りづらいと思うんですよ。ただねこれハンドルが、まあ、多用途ハンドルでブラボーなんかと違って太くないんで、まあ、こういう場合であればちょっと角度変えてですね、通常こんなもんですね、こうなってしまうんで、こういう風に握ってやると作りやすくなりますね。わかるかな、これで。それなりに薄くできてるの分かりますかね。これぐらいであれば着火できるんで、まあブッシュクラフターとかの方が作りやすいんですけど、これでも全然作れますね。ちょっと握り方変えてやればグラグラするっていうのもないし、手がしっかり回り込んでるんで、
こんなもんでいいですね。今日ねフェザー1本しか作んないです。杉の葉が多いんでね、杉の葉と小枝でやろうかなと思ってるんですよ。まあ時間があんまり取れない時なんか、ハイキングしてる時とかっていうのはそういう感じでやることが多いですね。ちょっとね虫が多いんで早く火をつけたいんですよね。まあ少し焚き火をしてから何かしようかなと思ってるんですけど、で TK2 もこれ 3G で3速攻なんですけど、ヘレの3速攻と違ってあのスパインでもエンドでもスパークできますんで、見えてますかね、いい火花結構飛んでると思うんですけど、こっちももちろんできますね、両方できるんで。